ゲリラ配信。今お昼の時間？うん。お昼ご飯食べながら見てね。オッケー。花もやる？つける？危ない、どうしたんて。ヤッホー、山本アンナ。ね、画質いいですか？悪いよ。うっそ、めっちゃガタガタしてる。悪いですか皆さん。私の方ちょいもざ、うん、え、綺麗って方もいる。ここがあどこ行くんだ。悪いって良いってどっちやねん。あの声が嫌なんだけど。いやだ、こうやったらね、明るいんだよ。こうやったらね、こうやったら明るいんだけどね。ねえ、やめてよ。外で見てる人は画質が良くない。でもいおりさん中で見てるのに画質悪いんだって。まあいっか、いい人もいるならいいや。アンナちゃんの評価が見えない。やっほー、暇だ、暇になったから。なんかお昼休憩で暇になったから配信してます。はい、おいで。あ、待って、同じ Wi-Fi のアンテナだからよ。そうなの。ご飯も食べたよ今日。お弁当とたこ焼きもありました。くくるたこ焼き。なんかすごいこの部屋がさ、オレンジベースだからか顔もオレンジ、うん、思った。すごいオレンジ。オレンジベース。まあ、そう、もうなんか午前中のお仕事は終わったの。よいしょ。だからこんにちは。わー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 。暗いよねちょっとね。うん、夜はちょっと配信しないかもわかんないけど、うん、急にゲリラで配信した。ちょっと時間があるからね。早く終わったよねちょっと今日。ね、順調です。今のところ順調に終わりました。塩がおすすめってタレだったね。たこ焼きの話。なるほど。あ、これが分かる。こっちの方がいいね。こっちだと分かるんだけど。でもさ、手がやっぱ疲れちゃうじゃん。そうね、っていう感じ。この鏡に反射させればいいんじゃない？え、あ、そういうこと？うん、微妙か。お、良き。お、照明になった。照明になった。なった。照明光っとる。やえば川、やえば。抜きましょうか。いや、やめてくれ。ノンノみたいなこと言わないで。1名様にプレゼント。いい。1億5000万円。いらん。いいな。今大阪の。そうです、あごりさんです。口の字も寝たよね。寝た寝たとか言って。寝にくかったな本当に。動いちゃいけねえんだもん。だって安いって。え、1億5000万円、うん、じゃあやっぱ抜こう。1兆円にして抜こう。
ね、アンナのヘアクセ可愛い、わかる。これなんかこういうお菓子ありそうじゃない？これはあの生地が衣装と一緒、上のやつはリボンが、あ、ほんとだ、この生地可愛い。でもなんかポニー笑ってんだよあの人ニヤニヤして一人でイヤホンして、一人でイヤホンして笑ってるぜ不気味やね。もうね、あのポニーテール用の髪飾りもあるんよ。あー、そうそう、最初はポニーテールにするって言っとったらそっち作ってくださってて、これは予備だったの。うん、でもポニーテールじゃなくなったからこれにしてるけど、よかったね。次ぐらいかいつかの前役とかでポニーにしてそれをつける、うん、せっかく作ってくださった。見たいじゃん、みんな見たいよきっと。見たくないよ全然。なんでそういうこと言うの積んでるやん見たいよね、みんな見たいよ。大阪やから関西弁ですか？意識してなかったけど、そう、大阪にいます今。ああさ、ほら見たいよって、見たいんご、見たいんご絶対思ってないからねえさん、いつもピン担当だから。そう、イオリとかサナとかピン多いよね。そう、略めっちゃ楽。これめっちゃ難しい今日もずっとこれと格闘しとって、ほんまに難しい。なんかヘアさんもこれ難しいって言ってた。でも可愛いよね、うん、めっちゃ映える、はい、ストレート。見たいんご侍、侍皆さん髪にゴミついてる？え、どれどこ？そんなことないよ。そんなことない。ピンだよ、ピンだよ、パチってするだけ。うん、なんかもう、うん、ヒュッヒュッって感じ。仕事の時間です、頑張ってください。頑張れ頑張れ。なんかさ、こういう系のピンのさ、お菓子を作ってほしい。お菓子、なんかこういうグッズで、グッズで、なぜにななぜ、なんか美味しそう。なんか瞳のさ、ピンもさ、こういうチョコありそうじゃん。あれはチョコありそうでしょ。チョコはありそう。なんかそういうのめっちゃありだなって。あるなんだっけ、こういうお菓子ない、なんか細い線がこう固まったさ、なんだっけ、小鉢じゃなくてさ、チョコレート、小枝、小枝、え、小枝、チョコがでかい、小枝じゃない、なんだっけ、あれにもなりそうって思う。え、あれじゃない、なんかさ、こう斜めになってる。そうそう、ここ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 ってこうなってる。なんだっけ、なんだっけ、あれに、この色でチョコがいい。あるよね、小鉢じゃなかった。なんだっけ、小鉢じゃない、なんだっけ、サシャ、サシャだ、サシャ。そう、そう、この字、この字、そう、この字、この字、そう、サシャ、サシャ、サシャ。そうそう、これでサシャがいい。それぞれの髪留めで、うん、ヘアアクセでお菓子を作る。めっちゃ、でもすごいいい、なんか良さそうだなってずっと思ってた。夜配信はね、多分しない。うん、今日2回目だからな、配信するの。そうだね、みんなお昼ご飯食べてるのかな。何食べたの、みんなは何食べたの。アンラはよいしょ、見せていいよね。え、大丈夫でしょ。これもう中今入ってないけど、これ食べた、クックルです。美味しかった。私マヨネーズね、本当は苦手なんだけど、あんも、そう、たこ焼きについてるマヨネーズが美味しいってことに気づいて ね。それな、ちょっと前から気づいたよね。食べれるようになった。嬉しい。お魚のおかげやでっつって。そうやって。そうやって。お弁当も食べたよ。そう、なんかたこ焼きはみんなで1個みたいなね。うんうんうん、ちょっとだけ食べて。ヘルシーだったよね、なんかお弁当ちょっと。うん、わかる。ヘルシーっていうか、なんかなんだろう。オーガニック、オーガニックじゃないな、なんだろう、健康そうなね。うんうんうん、ずっとね。はなちゃんもいるんだけど、はなちゃんがさ、すごいこのお弁当めっちゃヘルシー、草しか入ってないっていうでもさ、あれちょっと高級そうだったよね、逆にね。そうそうそう、高そうだった。そう、草しか入ってない言ってた。で、喜んでたはなちゃんヘルシーなの好きだから。でもね、うちらねタピオカ飲んだんですよ。じゃけんね、タピオカでお腹がね、そう、膨れちゃってね、膨れちゃってね。大学頑張って、さくらさん。はなちゃんサラダ食べてるイメージ。本当にそうだよ。ラーメン食べたって。あ、ずるい。いいな、ラーメン。名古屋公園行って楽しかった。ありがとうございます。ありがとう。またタピカ使い。そう、違う、今日ね、あのね、もっちゃんも行ったんですよね。で、それめっちゃ東京だと行列だけど、全然寝込んでなくてね。そうそうそう、店員さんもすごい寒い中さ、ね、外でずっと待っててさ、寒そうだなって思ってた。もっちゃんも行った。でもね、あのリサと行く約束してたの。うん、だからさあ、リサなんかそう、タピオカ今からあるから行く
なんか行こうみたいに言われて、え、行く行くみたいになって行ったらもっちゃむで、あ、めっちゃテンション上がったけど、めっちゃ満面の笑み。でもやばい、リサと約束してるのにと思ったけど、まあしょうがないと思って、とりあえずあの自撮りしてリサに送って、リサへあのタピオカ行こうって言われて行ったらもっちゃむだった、わら。だからでも一緒に東京のもっちゃむ行こうねって送った。返事ができた？まだ怒ってるかな、寝てるじゃない、まだ寝てるかもしれない、寝てるかもしれないよまだ。起きてリサもうだからリちゃんとまたもう一回行くけど、うん、飲んじゃったって。だからなんかまあ飲んだって言わなければバレないけど、なんか、うん、ねえ2人で行こうってずっと約束してたのに、ね、なんか先に行ったって後からバレたらあれだからもう言った、ね、そう、えらい、いい子だ、言ったよ。でも結構もっちゃむって知った時の顔が満面の笑みだったよ。喜んでた、えっ、もっちゃむちゃんずっと行きたかった、リサと約束、まあいっかーみたいな感じになってまあいいよ、レタルじゃあ飲んじゃおうみたいな感じになって、結構でもリサとは行くもん、ね、もう日にちも決めてるから楽しみやね、いいやつだなって。満面の笑み、だってずっと行きたかったし並んでなかったからラッキーと思って、うん、この時間帯だったしね、うん、ついてた。そう、時間がねあれなんだよ、うん、でも本当に今もっちゃんもね東京はね超激混みらしいっす。へえ、詳しい、さすがだわ。もっちゃむっていうお店やな、うん、タピオカ屋さん。うん、ひよいちゃんもいる、イエーイヨルさんね、タピオカあんまりね詳しくないのよね。いつもチョコ系飲むよね。そう、チョコは外れないと思ってる、勝手に。あ、来た、おかえり、勝手に借りてる。いいよ、ここおいで、私が行けばいいのか。はい、前来て、おい、あ、ごめん、かける、膝小僧の舞ポイン、下の子、ミント色じゃん、ミント色やで、これミント色やで、ミント色の花のコート、意識高いね。はい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 、それ後ろも花ちゃんからじゃん、意識高いね。どれ？ソファめっちゃ意識高い。前来た時とね、ここのソファが変わってた。さすが。私の前の思い出を話したいと思います、ここで、はい、私は前ここで、何でしたっけ、あのシューマイのからしを、衣装につけましたここの楽屋で。そうだよ、でも懐かしな、今日は黄色だからつけてもバレないけどつけませんでした。えらい、いい子、食べてない、めっちゃえらい、イエーイ、一つ大人になりましたね。でもね、昨日ご飯屋さん行った時にさ、なんかいおりもさ、あんもさ、みんなさ、なんかそれがね、なんかこんなんで、ビロンビロン、マジでね、大変だった。気をつけて、あ、はなちゃん、草美味しかった、だってそう言ったの、お弁当の話したの、草しか入ってないって話をしたの本当に葉っぱ、ほぼ葉っぱだった、美味しかったよ、美味しい葉っぱって感じ、高級な葉っぱだった。すごい、草美味しかったよ、授業始まっちゃうから寝てるね、頑張って、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、チャ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 、人参持ってるみたいでっかい人参だな、キャロット、どっこいしょ、うん、どっこいしょ、どっこいしょ人参、画質悪くなった、もうしょうがない、それは Wi-Fi はついてんだよ、全然見えないよ、つけて、ほら、あ、いや、危ない危ない、もうお腹いっぱいです、お腹いっぱい。でもね、今日スタバのイチゴ飲みたかったんよ、もう一回、あ、私、携帯、私のあれだった、え、どうしたどうした、スタバ飲みたかったの、でもお腹いっぱいになっちゃった、あら、お腹いっぱい、がついよ、だって、うん、とかどっこいし、これね、大阪限定なんだよ、抹茶桜みたいな、50個限定って書いてあったよね、そう、50個限定、しかもやっ調べたら、だってね、ピンクだもんね、タピオカが、桜の味めっちゃ、だから絶対、絶対ササナツン嫌いな匂いする、めっちゃね、牛乳の匂い
あ、本当だ、あ、本当だ絶対チッの味だね。もっちゃむだよ、これもっちゃむ、もっちゃむ。お弁当にイチゴ入ってた、やったいいな、やったね、やったトマト入ってたよ、シャン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 、サルスタバサバのイチゴに聞こえた、サバ、サバのイチゴもっちゃんも人多いよ、たぶん大阪人でいなかった、大行列やで、うん、うん、全然見えない、目悪いからさ、全然見えない、これなんて書いてあるか分かる、あ、全然見えない、こっからでも分かんない、私も分かんない、なんか書いてある、15分経過しました、604日、604日連続配信中、すごい、めっちゃアイシャドウキラキラしてるの、すごい分かるね、よりさんのライトのおかげだね、本当だ、すごい、めっちゃテカって見えるんだけど、ここはすごいキラキラしてる キラ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 、聞こえました、大丈夫ですか、何してんのこのアイドルは、だってお話お話、後ろがカラオケルームみたい、ちゃうで、君になるならくれ、カラオケ配信するしないよ、うるさいもん、ごめんなさい、そうだねそうだね、ごめんね、あやのんぴちゃんが呼ばれたいって、名前あやのんぴちゃん、うん、あやのんぴちゃんです、です、です。暇なんて、まあ暇って言われれば今は暇、うん、確かにね、その通りよね、うん、この後でまだ残ってるけどね、お昼休憩中、そうなんです、ひとみさんはね動画見てるよ、なんか見てる、真剣、イヤホンしてるから多分聞こえてないね、もう聞こえてない、今夜は返さないでお願いします、みんなで言おうよ、せーの、今夜は返さないで、バラバラ、もう本当に本当に統一性がないもん、今夜は返さないで、だって個性を大事にしなきゃ、そうだよね、そうだよ、うん、個性豊かな12人揃ってる、好きなメンバーを好きなように、夢見た、夢見てるだよ、でも夢見てる帰るわ、だってバイバイ、バイバイ、頑張ってな、みんな、バン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 、あんちゃんの言い方帰りたくなるって今夜帰らないで、帰らないで、あ、そういうこと言うの、怒るよ、面白い、はなちゃん好き好き丸だ、絶対嘘だよ全部否定、全員否定する、全員否定するから、ごめんなさい、あっ食べた、あここまでだったら、ここまでだったらマシな顔してる、デンデン、指ならいい、デンデンデンマジで意味やからすぐ変顔するからやだ、あれなんか画角が変わった、こうか、食べて、めっちゃ不安定だ、これ危なあれどうしたらいいんだ、お、やっぱさっきの変化、ロマンと異節な時間をかけ合わせすぎてく、じゃんじゃん、あ、ストレート楽だな、ストレートにしよっかな、どっちがいいと思う、ストレート、どっちも似合う、うん、ストレートの方がでもツルツル感が目立つ、サラッサラ
サラツル、サラツルだな。サラツサラね。サラサラね。あなた何してんの？何もしてないで。何もつけんの？ドライヤー何時間かけてるん？え？普通よ。でも結構半乾きで寝るよ。たまに普通に。なんでこうなるん？アイロンしたら、アイロンしとる。なんで？アイロンしとる。半乾きっていいのかな？いや良くないと思う。ダメだと思う。しっかり乾かした方がいいと思う。スラスラよ。マジでツルツルなの。すごいね。え、髪染めてるよね。うん、それ知ってるかの方、うん。初見ブラックって書いたじゃん。あ、そっか、そうだよね。うん、かわいい。初見ブラック。これがちょうどいい。今茶色い。茶色い。本当？普通ちょっとでも髪染めたら傷むじゃん。ね。いや、傷んではいるよ。え？全然。でもなんか。スラスラよ。全然だよ。なんか逆にトリートメントとかすると、うん、しっとりしすぎるからみたいな。いつも美容室でトリートメントしないの。じゃあもともとこういう毛質なんだ、うん、だから逆にベタつきやすいんだよ、ね、あーなるほどね、しっとりすぎちゃう。そう、しっとりタイプ。だから汗かいてベタベタになっちゃう。そうそうそう。でいつもポンポンしてんもんね。ポンポンパウダー大好きじゃん。そうじゃんね、うん、そうだね。枝毛あるもん、普通にいっぱいある。アイロン毎日するかんね。そうやん、うん、いただき。てるてーすきび。ピピピ。わかんないわけ。はなちゃん髪色どうするの？はなちゃんどうしよう。もうね、すぐ茶葉色になっちゃう。この前染めた色は？この前はなんか紫みたいな。いや、あれめっちゃ良かった。紫バイオレット系に染めたの。でも茶色、あっという間に茶色。可愛い、その写真。この写真はいつも鏡で見るよ、大葉花の顔。それ今日昨日から言ってたね。マジさ、鏡で見る自分とさ、カメコさんの写真とかさ、あ、自分ってこんな顔、どっちが本当の自分なんだろうってすごい思う。絶対、何が本当なの？本当さ、本当はみんなから自分ってどうやって見えてんだろうって思わない？確かに。でもライブのさ、一瞬のさ、その写真をさ、うん、出てるわけでしょ、自分の顔、うん、でもさ、あんな一瞬でみんなさ、顔面可愛くてさ、すごいなって思う。無理だもん。わかる。無理だ。すごいよね、天才だと思う、うん、でもね、無理だったよね。どの写真見ても人中と顎が伸びてる。どの写真見ても顔がまんまあ、どの、ね、写真見てもね、嫌だ。全否定。全否定、全員で全否定してる。はなちゃん金髪似合う。嘘、絶対似合う。金髪じゃない。ダメ。私金髪似合わない。金髪ではないかも。金髪は違う。金髪にしちゃうとね、肌色が負けちゃうんだね、自分。私エレナの時そうだった。でも花は黒がいいって言ってたじゃん。うん、黒がいいや。やっぱ黒コントラストつけないとね、うん、肌色がね、くすんで見えちゃう。今でもめっちゃ肌白くなったよね。嘘よ、嘘よ。今絶対黒髪にしたら映えるよ。ほんと？じゃあ戻そっかな。でもせっかくさ、垢抜けたみたいなめっちゃ言われたから、うん、もったいないよね。ドゥ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 、ヘイ。いらないこんな茶髪。いらないこんな茶髪。ブラウンヘア。かっこいいブラウン。よりちゃんは髪伸ばすの。髪伸ばすの。髪伸ばす。このぐらいをキープしたい。この感じ。ボブヘア。ちょうどいい長さ。間を取って虹色。絶対だ取ったね。レインボー。レインボーカラー。チョキの花ちゃんが健康的。髪切らんのだって。切るとしてもフォースぐらい。うん、うん、一番短くしたとしてもマンソンぐらい好きだな。私も短すぎず、そんぐらいが好き、うん、似合ってる。いおり、うんうん、のこの間大阪の時やったのスト完全ストレートめっちゃ似合う。じゃあ、 あれで花ちゃんがね、そう勧めてくれたの。そうだよ、髪型にしたらって。うん、したらヘアさんもこれめっちゃいいじゃんってなって、ノンノも褒めてくれたし。ノンノは大丈夫、どれでも褒める。そうなの、そうなの。あの人は大丈夫。ナータも褒めてくれたの、ね、だから私は心の中で私が言ったやつ、私が言ったんやでって思いながら言ってた。でも誰にも言えなかったけど。めっちゃ言われた、嬉しかった。あの髪型かわいい、うん、あれみーちゃん、あみこみ、かわいいね。めったにしないからさ、言ったよね。そうそう、珍しいから、うん、一昨日か。そうそう、めっちゃアンナも言ってくれた。みんな言ってくれた。またするんだ、ちょろいから。あ、あれがしたいんだよ。こ、その、イオリがやったやつかな。ちょっと違うのか。こっちで
ちょっと持ってきて、うん、結構大きい編み込みして巻いて、うん、いいね、でリボンをここにあれしてリボンをここにつけるっていうのをお姫様、そう、なんか指原さんがやってたやつをスクショしてて、それをいつかやろうって思ってる。めっちゃ可愛いよね。そういうのやりたいよね。やっぱロング、そういうのロングいいなって思う。できるよ、それならいおりさんも。これで？うん、できるよ。できる。でこっちから持ってきて三つ編み垂らすだけ。へえ。なんか頭のさ、ここ頭でなんか盛り上がってヘアアレンジする系が、うん、ちょっとちっちゃくやる系しかできない。うん、ね、確かに。こっちの方長い方がね。何でもいろいろできるからね。本当はロングポニーテールやりたい。やってみたい。ロングポニーテールやりたい。ポニーテール。さあおやすみなさい。おやすみの時間ですよ。高野。イヤホンやめたと思ったらおやすみのお時間。おやすみのお時間。ニヤニヤして。ニヤミだ、ニヤミ。楽しい気持ち。ニヤミ。外髪にしてやろうか。トゥルトゥルルトゥトゥルルルトゥルトゥルルトゥ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 ルメイクしたい。困るやめてもらっていいですか。ちょっとショールームしてるんで真っ暗になるんでちょっとやめてもらっていいですか。私の動き使えば天気消そうじゃない。天気消そうじゃない。ちょっと入る。おいで。みんな靴脱いでる。来た。消灯。みーみーひとみーひとみーみー寝るんかい。かわいい、かわいい、寝るんかい。寝るんかい。グーグーいっちゃう。グーグーいっちゃうんだって。おいで。大丈夫。もう黙るから。え、もういいよ。うん？うん。寝るんじゃないの？うん。うん？寝た。え、じゃあどうするの？人目が寝てるのを見る。どうやって生きていくの？生きていく。なんだ生きていくって何？人目が寝てるの見るから。違う違う。そういうのはいいから。安定のメンツ。昨日と同じメンツ。不思議な寝顔なんて見ちゃいけない。何言ってんの？めっちゃ見たんだけど。な2日間も同室だったの覚えてないの？見てないでしょ。私の方が先に寝たでしょ。私なんでも私の方が早く寝た。ねえもうさいいからそんなの衝動で。興味ないからどっちが先に寝たとか本当興味ない。私の方が早く起きたから見てんだこっちとら。いや私の方が早く起きてる多分。今日ね花ちゃんのねアラームがうるさかった。ごめんね。うるさくて全然起きないんだもん。あれうちら目覚ましかけてたっけ。私めっちゃかけてた。えら私はもう寝るって決めたから目覚ましもかけないで寝たから。もう起きる気も起きるかは起きれないからもうかけた。そうかけたマジで。よかった起きれて。すごい鳴ってたよ多分。嘘全く気づかなかった。なんかさ自分のアラーム以外気づかなくない？あそうでもない。うん。あはな、い、ちゃんのうるさい。本当に確かに。え本当でマックスにしてるだけで。iPhone。え違う違う。止めないんだってこの子。永遠に止めないよね。だって聞こえないんだもん。え。ちょっと怒ってんだな。あれ聞こえてないの？聞こえない。で私の家に泊まり来た時とかもさアラームすごいつけるけどさ私ど、うん、自分のとはなちゃんのどっちも消すもうるさい。わかる。あ今日はなの消した。今日はなの消した。ごめんなさい。すみません。結構自分でもうるさい結構自信ある。でも今日さあの昨日花が飲んでたやつ飲んだんだけどよかった。もうつぶやこう。つぶやこう。飲みたいね。買おう。今日買って帰ろう。今日買って帰ろう。今日の夜のコンビニ売ってる。考えよう文章。いいね。送られてくるかな。送られてくるかな。つぶやこうね。何つぶやこうかな。写真撮ればよかった。意外といらない写真とか。いらない。プロですから。寝るの。花ちゃんわかる。寝るの。寝るのだ。寝るのだ。花からで寝るのだ。寝るのだ。最近全然眠れてなくて。何しようかな。寝つきが悪い時に。寝つきが悪い時に。粉タイプもあるんだって。へえ。高2コンビイチャつくなだって。イチャついてないよ。
ちゃついてるよ。何回見てもちゃついてる。かわいい。大好き私。タイプ？タイプじゃねえよ。そういう話じゃない。違います。確かに起きるのだ欲しいね。起きるのが欲しいます。でもほら天才天才天才。起きた時の気分の良さが改善ってほらすごくない？でも私さ起きた時気分悪くなったことないんだよね。本当？いつも気分悪い。いつも眠いなって思う。いつも気分悪い。押しに痛くなってきたここに座ってる。大丈夫？家だと気分悪い。なんかもう外だと。気分いい起きたくないからさまあ確かにでもそんなに全然肌機嫌良かった普通に起きて、うん、普通だった普通の人間として生きて、うん、まあそうなんだけど外猫かぶってるあ猫かぶってる言うな家だと多分起きないよこの人マジトゥルントゥルントゥルンとか引っかかってますね、うん、今来た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 ありがとう知らんけど昨日のお尻連呼マスジさんありがとうございますかわいいかわいいかわ F かわ F だよ F A B C D E F ほらかわ F かわ F 授業中授業に集中してください授業中にどうやって将来見てんのどうやって見てんの授業頑張ってあのさ応援してるよ私のねあの同じ部活の子が、うん、うちの学校の制服ブレザーだったんだけど、うん、携帯にイヤホンつけてこの下シャツの下からこっちに袖の方にイヤホン通してこうやって、ねね、あるあるだよねそれやってる人めっちゃ聞くあるあるだよあるある結構昔からのあるあるだよね 悪役じゃないそんな感じで聞いてるんでしょそう、ね、はるちゃんすごいと思ったの天才ってやる勇気とメンタルの強さ、尊敬すごいね素敵って思った塾でやってた悪質やめてよみんなやってたってうん、みんなやってるよ多分やってたよ、うん、いや、イヤホンはやってないよイヤホンうんわかるイヤホンはやってないそれなうだってでも人狼ゲームしてた授業中にどうやって携帯を回すのポーチに入れてやば絶対バレてるよ私そういうことする子本当に嫌だ私しっかり真面目に授業起きてただからさ授業話聞いてないからさそういう頭になってくるんだよなんで私今泣き添いは私ね言うわけの授業はちゃんとすごい言われよ私は授業結構厳しかったから、うん、そんなことできなかったあと真面目だったからさちゃんといいとこ行ってんだよ俺真面目だったから超真面目だぜ私も超真面目だぜ絶対いやいやなんでなんでどこを根拠待ってあんも真面目だから絶対本当真面目だから嘘だよ根は真面目だからそういうことできなかったなんかもし根は真面目って自分で言ううん私根は真面目あんも根は真面目ってよく言われるよ根は真面目いや真面目だけど別に根じゃない普通に真面目褒めてる褒めてる褒められてる普通の真面目普通の真面目でもケイツ人狼ゲームせんか人狼ゲーム人狼ゲーム真面目は人狼ゲームしないこの間あのラグーナで泊まった時にあれ部屋みんな違うね私ぼっちあれラグーナラグーナあ違うラグーナでホテル泊まってああ2部屋だった時泊まってないその時にあいないワイラの部屋でずっとガチャベルトの日ねガチャベルトの日ガチャベルト人狼じゃなくて、うん、あの誰が嘘つきゲームみたいな、うん、どうやったのなんかそれお題が2個あって、うん、3人は同じお題なんだけど1人だけ違って、みんな自分のお題しか知らなくて、どうこれってどう使うみたいなこと話してって誰が、うん、あ違うこの人違うお題だなって言って、やりたい楽しそう好きな YouTuber さんがそれやってた、めっちゃ楽しかった、もう永遠にワードウルフだってもうなんかマジで5回ぐらいやったのでそしたらもういいよみたいなミリア私もういいよってなんだもう一回やろうって永遠に続いて楽しそう携帯のアプリそう携帯のアプリだよやりたいひとちゃんひとちゃんの携帯取ってえ、やらせてくれるのなんだっけこういうワードウルフワードウルフワードウルフあ、そうだ
ワードウルフっちゃう？ちょっとワードウルフ気になった方さ、やってみたい。ワードウルフ気になった方は、じゃあみんなの前でワードウルフっちゃおう。イエーイ。キヨとかレトルトとか牛沢とかガッチマンって調べるとワードウルフの面白い動画出てくるから見て。だって。お願いぜひ見て、本当に面白いから実況者さん。人狼やってほしい。一回12人でさ人狼やったよね、ハロウィンの日。やった。人狼苦手だわ私。やったっけ？やったじゃん。絶対嘘つくの下手だし頭悪いから無理。頭悪い人無理なのあれって。頭の回転がさ速くないとさ嘘つけない、うん、これがどうなったらなんかどうなるとかできない。できない。絶対できない。トップ4知ってる。トップ4大好き。喋るのも苦手だから逆にさ喋んなかったら喋んなかったで疑われる。そうそう疑われる。難しいよね。誰があんのピンチや。誰がや。Oh my heart。 うのもいいよね。うん、やっぱトランプ持ち歩こうかな。やば。どこでも行けるように。うん、違う、前さ上海行く時持って行こうと思って持って行けばよかったって後悔した。あ、なんか暇だった時あったじゃん。うん、上海で。うん、いつ？楽屋で。あー、あったね。めっちゃ暇だった。コンビニとか行ったもん。ひとみちゃん寝てた。ずっと寝てた。寝てた。あれみんなは？そう、出て起きた。誰もいなかったね。いりより。行ってない。あ、みんな行ってないか。ナンタの部屋行ってたし、うん、いよりがいたんだけど、うん、ほぼ誰もいなくて、うん、すごい驚いてた。ひとみ可愛かった。その時もまた爪塗ってた。じゃあ始めます。すごいマニキュアの匂いしたもん。めっちゃ塗ったけど結局落とした。ワードウルフを始めたいと思います。イエーイ。これ瞳見ていいの？うん、あ、いいのか別に。あ、ダメ。みんな違う。携帯が全部操作してくれるんじゃん。へぇ。ニーハオ。ニーハオ。ちょっとこれ飲みたい。喉が。スピード対決してます。トーク時間2分ぐらいにしてくれる？オッケー。ルールご存知よ。はい。じゃあまずあなたから。こう、はい、こう回りです。花丸りんご。花丸りんご線がこの画面を見てください。表示。花丸りんごにして。お題を表示します。よろしいですか？オッケー。そうだよ。え、緊張。覚えて。あんなんごさん。お願いします。みーちゃんからね、気をつけて。あんなんご。めっちゃむず。2分ですからね。2 minutes。いよりんごさん。いよりんご。イオリンゴさん、お題表示します。よろしいですか？はい。お、何でしょうか？はい、ひとみんご。楽しみでございます。ひとみんごです。ひとみんご。はい、OK です。それでは、はい、ゲーム開始。たたたー。わかんない。なんだろう。どっから話せばいいの？あ、初めて。持ち歩く。え、持ち歩く。持ち歩く。持ち歩く。持ち歩くよね。うん、でもカバンに入いつも入ってるかは限らない。あ、もう持ってる人と持ってない人。わかるわかるわかる。わみんな一緒なんですね。いつ使う？でも小さい時はよく持ってたくない？うん、確かにね。持たされてた。そうそうそう、うん、まあ確かに、うん、だね。何を落とした？いつ使う？いつ使う？うーん、ことあるごとに。ことあるごとに。結構、まあ、日常使う。日常、うん、今日の朝とかも、うん、カバンとか。そうだね。はい。で、なんだろうな。ルーさん、それはどんな大きさですか？え、で結構大きさはそれぞれそれぞれ。それぞれ。厚さとかピンキリ。そうですね。確かに確かに確かに。大きかったり小さかったり。すっごいみんなの目が鋭いの。やだ。やだ。なんだろう。え、全然わかんないんだけど。それはさ、はい、あのポイする、それとポイしない？どういうこと？どういうこと？え、どういう使ってそれを、うん、なんか、うん、ああ使い捨てか捨てたい、なんかあれかみたいな。使い捨ては、うん、もうあるのかな。使い捨てはしない。うん、しないかも。しない。おや？おや？捨てたい。え、使い捨てたい時もある。捨てたい時もある。捨てたい時もある。そういう人もいるかもね。そういう人もいるかもね。そうね。まあ、人間それぞれだからね。そうそうそう。そうですよね。ね、やっぱね、使い捨て大事ですよね。そうだね。そうだね。ごめんごめんごめん。
え、で最近そういうのもあるんだよ。あ、そうだ。あ、そうなの？あ、そうなの？あ、そうなんだ。そうだよ。最先端。最近のお店行ってみ？あ、行ってみるね。じゃあ最先端なんだ。そうそうそう。え、でも最先端だったらさ、使い捨てしなくない？え、する。あ、する？うん。そうなの。環境にいいやつなんじゃない？兼用みたいなのがある。なるほどね。外国行くときとか。なるほど。だってさ、なかったらどうするの？あれは。これが。何それ待って待って何それもうこれさ分かったんじゃないの分かってないでしょもういらないいらないよもうこれ分かっちゃった今の何風あもう終わってたはいえじゃあこっからどうするのこれもういいよ投票じゃなくてもうみんなの前で発表しよう指差しでいいよせーのでなんでやってなんであんなん理由を述べよひとみちゃん理由を述べよえ待って私だと思うね待ってひとみひとみひとみえ君ティッシュえ君ティッシュティッシュが出るってなんかえみんな何ハンカチだよねだよねだよね私はティッシュだったんだよなんだそれ絶対途中からハンカチだなって思ってだから頑張って使い捨てできるハンカチを作ったんだ使い捨てできるハンカチえそれって使い捨てできたらうんって2人はさえみたいなどうしようとねそれはずるい質問だよアンナがうまかったねこれはアンナうまかったわ使い回しできるわアンナうまかったわ私初めてウルフになったわえ楽しいこれめっちゃ面白い自分がさウルフだった時の焦りよ怖い、ね、あれなんか違うみたいなどうしようみたいなこっからどうしようでも最初なんか探ることしかできないハナちゃんの目がさおうおう超怖いハナマルンゴ行きますえ怖いよあんなんかどうぞだったら分かりやすいね確かになんかもっと変なこの間はハロウィンとクリスマスああでもなんか今回難しそうな感じするよ一番難しかったのが貯金箱と募金箱めっちゃ難くないそれ難しいはい OK です開始はい始まりましたどういうイメージがあるのかなみんなすごいすごいよねすごいなんかやったら確かに何かアンナに関係あるね確かに関係関係一番近いのはアンナが一番知ってそう一番喜ぶと思う一番見てるあ見てるたまにねでもそんなずっとではないけど確かにねどんくらいのさあれで起こるものそれえあんまり分かんないめちゃめちゃ貴重じゃない貴重確かに貴重確かに貴重まあだってだって何回に1回ぐらいだってほら普通のやつまだ1回か普通のやつじゃないから普通じゃなくてオプションついちゃってるからあれが起きるのってめちゃめちゃ貴重かな確かにオプション言い方面白いのオプションオプションっていう言い方初めて聞いたオプションついちゃってるそういうことかなんだろうどういうかわーってなるね盛り上がる盛り上がる盛り上がるってなるやだパンパンパンってなるやつやなみんなが喜ぶやつやなそうこれみんなに話題見せた方が良かったね確かに確かに一人ずつ今度から見せればいいね次私が今メモを打つねオッケーみんなは見ないではよはいえ私のでいい私の場合でじゃ見せるときあんらあっち向こうえーとなんだろうはい見せるはい、あっち外っぽい向けて今私はこれって見ましたえ一人ずつ書いてくじゃあどういうこと見せてく一人ずつえでも一つ分かったらあーってなるんじゃないあ確かにそうかそうかとりあえずそれであじゃあ違くないまだちゃんもういいよ書いちゃダメだよねここに書いちゃダメだよ本当に書いちゃダメだよ冗談で見ないですよこっち見とこあと今何話してる全然わかんないえでもみんな同じだねみんな同じだね何が違うの誰が違うのかわかんないんだけど普通に遠くまで行っちゃうやつですかそれ遠くまで行っちゃうもざってわからんだってごめんなさいって感じもざってわからんごめんそんな時もある、うん、画質が悪い遠くまで行くじゃん、まあ、声で楽しんでくださいモナリザ行く遠くまで行っちゃうみんな喜んじゃう喜んじゃうみんな一緒じゃねなんでそんなはずない思った絶対一人は違うんだよ違くない何が違うの何が違うんだろうね、え、な、手ぐらい一緒なんだけど、うんうちら理解できてないんじゃないちゃんと
理解できてるよ、うん、理解できてる、うん、できてるはず、簡単じゃない、うん、簡単、普通じゃないよね、普通のあれじゃないよね、うん、普通じゃない、普通じゃない、普通じゃない、大丈夫大丈夫かい、なんか、なんか怪しくなってきた、オプションってそういうことでしょ、オプションってそういうこと、うん、そういうことだよね、普通とはまあまた一個プラスされたじゃないけど、ちょっとランクアップしちゃってる、そうでしょ、盛り上がりがもっと一番激しいやつですね、盛り上がってます、うん、盛り上がってる、盛り上がってる、花ちゃん大丈夫かな、うん、うん、すぐだよね、じゃあもう決める誰か、うん、指さす、私になるとか言って全然さ、絶対合ってたら合ってる気がするんだよ、私も合ってる、まあ合ってる気がする、逆だから分かんないんだもん、全然分かんない、せーの、え、めっちゃ迷ってるの私で、どっちだと思う、花ちゃん、花だと思う、花じゃないわかんない、すごい適当、すごい適当に言われた、花ちゃんの曲は、じゃあうちらせーのっていく、うん、せーの、満塁ホームラン、あ、違う、ほら、絶対ほら、絶対あんなかと思ったの、はい、言って、言って、なんであんなかと思ったというと、うん、初めに人目がオプションって言った時に、あ、なるほどって顔したの、え、あ、何、あんな何、あんなはバスケットボールのなんか3ポイントシュート、ホームランかと思った、うん、だからでもみんながアンナがあれだよねって言った瞬間に、あ、野球だなと思って、うん、オプション、あ、そういうことね、ホームランかと思って話し合わせた、上手で、なんで話しても下手なの、じゃあ呼び出せばよかった、はい、アンナの勝ち、上手、イエーイ、ストップ、イエーイ、アンナだと思ったもん、うちらがさ、アンナとかやなければさ気づかなかった、確かに、うん、はなちゃんもなんで分かんなかったのや、なんか満塁ホームランとなんか普通のホームランが満塁が違うよ、違うけど、満塁ホームランと普通のホームラン、まあ似てるのは違うと思う、違うけど、くそー、アンナがホームランでうちらが満塁ホームランだったそう、私もそうだと思っただから、あって顔したことかな、まあ確かに、まあでも満塁ホームランだったらオプション1塁2塁3塁にもおるってことだもんな、あれかなって思ったの、あのノーヒットノーラン、あー、あー、ノーヒットノーランは分からない、詳しいね、難しいなぁ、ちょっとこれ楽しいな、もう一回やろう、もう一回やろう、ちゃんとあんだ意外とうまいね、じゃあ次はあの1分、見せる1分とかにしよう、オッケー、オッケー、あんなやるなってめっちゃ言われとる、誰がスーパーキッズあんにゃ、勝手に名付けるんじゃない、普段もそれだけ頭が良ければ人狼を見つけよう、私は狩人になる、見直してくれた、みんな順番で回ってきそう、こういうの、はい、じゃあ、ね、みんなそっぽを向いて画面に見せてください、花さんに勝った、はい、みんな、ダメだよ、コメントで打っちゃダメだよ、いきます、こちらになりますね、覚えた、どうぞ、ねねね、ねねねね、怖い、なんか LINE ポーンってきて、なんか変な文章だったら怖いんだけど気をつけるね、はい、どうぞ、ヨミさん、はい、あ、普通の名前に変わってる、あ、え、どういうこと、いきます、はい、こちらです、リラになります、はい、覚えた、はい、モザリンチョはい、はい、ごめんなさい、はい、はい、オッケーでーす、それでは、ガチがやばいらしい全然大木さん、ね、今それやらなくてもいいじゃない急に、はい、行きますよ、はい、よーい、スタート、これは、はい、ハッピー、ハッピー、ハッピー、ベリーハッピー、めっちゃ嬉しい、ミートゥー、ミートゥー、ベリーベリー、でもたまにしか起きなくない、うん、確かに、確かに、それは言えとる、でも今起きる、なんかそんな、え、でもたまに起きるじゃん、ほんと、うん、でもそんな、あ、起きないかも、え、でもそこまでじゃない、人による、確かに、人によるね、家庭、うん、家庭環境家庭環境家庭環境そういう、違うか、なんか家庭とか周りとかね、雰囲気、雰囲気じゃないけど、まあね、世の中、確かに確かに、世の中、世の中、世の中の感じ、もうみんな喋るの怖くなってるでしょ、怖い、もう起きそうだもん、全然喋らないじゃん、喋ってや、なんだろう、え、どんな人と関わります、関わる、どんな人、それについて、どんな人でもありえそう、うん、どんな人でも、うん、
どんな人でもではないけど、まあ知り合いだよね。知り合い、知らない人だったらちょっと、うん、怖いよね。怖いよね。危ないのかなって思っちゃう、うん、確かに。上さんどう？なんか質問ないの？誰か。え、なんだろう。例えば、うん、例えば、待って怖い怖いよ。何何？なんだろう。あと20秒。すごいさ、うん、あれだよね。なんだよ。キュンってくるよね。まあまあまあ確かに確かに。キュンってくる。表現やば。表現やば。キュンってくるよね。あ、キュンってなる。なる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 。おや？なる。なる。合ってるこれ。絶対私でしょ。絶対私でしょ。まあまあまあ。ああ終わり終わってました終了。指差しますか。終了です。いきますか。せーの。え、ちょっと、何ですか。じゃ逆にいおりから言ってみる、うん、うん。ラブレターをもらう。違う。違うの。せーの。お小遣いをもらう。キュン。キュン。お小遣いもらってキュンとしたらどうなんだ。まあ一応さ、乗ったけどさ、うちらもさ。乗ったよね。乗ったよね。でも人見が爆笑してるの絶対違うだからって思ったわ。キュンキュンってするよな。え、しかもさ、ちょっと待って、分かってたでしょ、自分違うなんて。自分違う、初めのだってさ、誰から来ても嬉しいって言った時に、うん、誰からでもないな、みたいな、おやみたいな、なんか、なんか知らない人から来たら怖いよねって言われて、え、ラブレターもらうのって結構知らない人多いよなって思って。あ、確かにね。そう、あ、違いますね、私はって思った。そうですね、ウルフになったね。ウルフになった、おめでとう。やだおやだ、みんなは。もうやだ、これめっちゃ言葉迷う。これお小遣い欲しいの。お小遣い欲しい。切り返しができなかったんですよ。これ頭良くないとダメだね。そうね。じゃあ頭いいね。うん。そうだね。良かったじゃん。そうだね。これはマジで上着てない結構。上手。なんかあの顔やだ。あの言い方、あの言い方ムカつく。苦手だ、人狼苦手だ。休憩長くない？2時、うん、2時す前。あ、まだある、もう一回やろうよ。まだまだあるじゃん。まだまだではないじゃん。もう一回やりたい。じゃあ人狼やる。人狼、みんなさんは今休憩中ですか？みんなそんな大丈夫な、うん、楽しい。何時まで？あと10分ぐらい、10分弱。ほんじゃあやる。あ、わ、あ、なんか種類があった、ワードル。2、難易度ちょっと高める。5人じゃない、ジュクサさんも入れようや。入れちゃう。男性の声入ったらさ、男性。あ、ほら、だけ女性みたいな声出してもらう。高い声、高い声。じゃあ呼んできて。花ちゃん。おいとー。アンナ、アンニャ、アンニャ。アンニャ、リーダー。リーダー、リーダー。リーダー。ちょっと、呼ん、ちょっと。呼んでくれ。すいません、なんか歌なくなってきた。人狼やりませんかって言ってこい。バグった。バグった。一回閉じる。うん、閉じてもいい。あれ、ゆりさんが切り返し下手だったからもう嫌になっちゃったんだ、ワードウルフの。お前下手なんだよって。確かに人狼人数が少ない、もっと多い方が面白い。確かに多い方が楽しいよね、騎士とかいるもんね。騎士一番楽しくない、やってて。わかる。え、占い師も楽しい。え、占い師、市民が一番つまんない。ワンちゃんだってさ、ほら、あ、人狼がさ、私占い師でって言った時さ、切り捨てられちゃう可能性あるから。でも騎士がいれば騎士が守れるから、まあ、確かに。騎士がバレたら一番に絶対騎士やっぱ殺される。殺されちゃうから。あの、職業持ちは殺されるんだ。人狼のあのね、面白い実況があってね。なんだっけ、名前出てこない、あれだよ、あ、名前なんだっけ、人目のさ、人目の実況者さん、わかる？なんかめっちゃ大人数で実況ニコ動に載ってるんだけど、ね、めっちゃ面白いですよね。ちょっとごめん、あの名前がバグりすぎて意味わかんないです。明日さん、明日さんになっちゃった、ごめん。いきますよ、見せていいですか？教えたい。あ、いいよ。本当に面白いの。はい、すいません。あ、そうだ、なんだっけな、ランタンじゃなくて、あ、待って、どうぞ、ハさん。
待って、二度見とかやるやつ。二度見とかささくれる。あ、めめめ、はい、ニコラブさん時代はじいじ、はい、俺のズズとかやるやつ。あ、ニコラブさんのお題こちらです。ズズとかいるやつの、ちょっとミサさん見てください。ズあズ、はい、人瞳だけ瞳じゃん。あ、できてた。ズズズズズズズでーす。はい、見せますよ。はい、はいはい、さあ、はい、やりたいなくてはならないもの、絶対に必要、絶対に必要、この世の中にはね、うん、必要、この世の中、うん、まあそれがそれで回ってる、ないとできませんね、うん、生きていけない、なんか信じられなくない、逆になくなったら、うんうん、無理だね、確かに、うん、一緒やんな、みんな、なえー、怖い、何かある、なんだろう、いっぱい使いたくなる時ありますか。ある、あります、あります、すごい上手だね。本当ですか、うん、めっちゃ上手今、まあ、イエーイいっぱい使いたいし、うん、使っちゃう、うん、使っちゃうね、うん、すぐなくなっちゃう、うん、もう一緒なんじゃないのついに来た、4人一緒なの、いっぱい使っちゃう、うん、うん、使っちゃう、使っちゃわない、もらえる日も来る、もらえる日もある、うん、もらえる日もある、あるある悪い顔、え、すごいさ、思いっきりなこと言っていい、うん、変わるよね、あ あ確かに変わるね、もうすぐ変わるよね、え、全員一緒じゃん、変わるね、変わるよね、変わる、よ、変わる、変わる、え、みんな一緒じゃん、え、一緒かも、一緒かもよ、でもそれかに、本当に似てる系なの、うん、似てる、え、でもそんなことある、うん、でも変わるって言ったらなんか今思い浮かぶの2個ぐらいしか、え、確かに、あ、確かに、そうね、もうちょっとと、もうちょっとと、もう先、なるほどね、もう先、うんうん、確かにね、確かに、うん、めっちゃタイムリーだね、ね、なんか携帯頭いいね、頭いい、頭いいな、みんな一緒なんじゃね、一緒だよ、そんなバナナ、逆に何なんだろう、うん、逆にこのお題考えた人すごくない、ね、うん、めっちゃアップデートされてる最新版に、ね、すごいさ、みんな怖がってさ、違う話で持ってくるアップデートされてるどうでもいい、昨日の話だった携帯を褒め出した、でなんかさ、うん、2種類ある、あー、あるね、あるね、うん、あるある、うん、どっちが好き2種類のそれ言ったらさ言ったらさ分かるくない、小さい方、誰でも大きい方じゃない、え、そうかな、え、フェチがいるかもしれない、え、でもさ、なんか小さい方をさ、いっぱい集めた方がさ、こうワクワク感出ない、確かに、あ、私も小さい方は、え、あ、いっぱいさ、あるとね、やっぱあのトップオブザ、トップオブザ、こういう人人とか言ってた歴史上だから大事にして、で知ってた、逆に何が、シン知らない、うん、私は一人、うん、ご存知なかった、私も一人知ってた、存じ上げなかった、うん、超有名人、超だよね、どうよね、うん、だ、どれか同じ人思い浮かべてるか分かんないけど、あの、うん、レディース、レディースのレディースのレディース女性って言われてる、何なんて言われてる、誰なの、合わせてんの、え、あ、思った、ちょっと怖い、ね、指さす、え、全然分かんない、行きましょう、せーの、え、全員違う、え、一緒よ、全員違う、あ、私か、私、うん、自覚今回ないわ、なんかアンナ今回自覚ない、アンからじゃあ言おうか、うん、確かに、でもお金、おお、あなたは、あなたは、あなた時間です、しゃ、え、すごくない、アンすごくない、アン瞳にしたよ、すごい、初っ端で分かった、初っ端からも違う、初っ端で分かった、あ、お金だって思った、あ、大切で、うん、とか、うん、なんか変わるが最初、あ、変わる、あの時が変わる年号かお札だなって思って あ、でも、あ、お金だって、でもバレてる、イエーイ、すごい、アンナだと思った、ね、なんかアンナっぽかった、うん、
もう終わろうか。じゃあ瞳うまく合わせたね。だって瞳にヒント与えすぎた。確かに逆にヒント与えすぎて、ね、いけないから、ね、難しいや、めっちゃ難しくないって感じで終わります。じゃあちょっともう今回はもう終わっちゃうね今。楽しかった。バイバイ。みんなバイバイ。バイバイ。バイバイ。この後もお仕事を頑張って。ちょっともうやっぱ終わんなきゃいけなくなっちゃったから終わっちゃいます。バイバイ。バイバイ。バイバイ。さよなら。またねー。